続いてあの100万人超えの YouTuber が裏で犯罪行為をしていることを告発したいということで、えー、来ております、えー、なんと人のことを待たしていた挙句ですねこちらの方、えー、配信となると声でバレてしまう可能性もある一旦バラしていただけないでしょ申し訳ないこれどういうことなのこれ意味がわからないん、ね、だからなんでこいつ無視してんのゴミ、えー、すぎませんですついに 覚悟を決めました、男が。<laughs> 一応ね、どっちか、やりますって言ってるから、一応どっちか。ボイチェンなのか、普通にツアーなのか。なんと、ボイチェンだそうですもうー。さあ、でですね、ちょっとね、えー、続いてあの、100万人超えの YouTuber が裏で犯罪行為をしてることを告発したいということで、えー、来ております。 さあ、通話できますかねいや、ちょっと待って。え ?20 分後え、ちょっと待って。結構思ったより後だ。なんでそんなかかるのじゃ、すみません、皆さん、20分後で。え、なんと、人のことを待たしていたあげくですね、こちらの方。 え、20分後でもいいですかえー、分かりました。えー、お電話可能です。ただ今配信中ですよね。お、お忙しいタイミングになってしまって。えー、申し訳ありません。えー、お、通話できますた。?5 分後くらいですね。えー、はい、配信されてしまうのです。それで、えー、名前は一旦忘れます。えー、配信となると声でバレてしまう可能性もある。一旦バラしていただけないでしょう。申し訳ない。これどういうことなのこれ。意味がわからないんだけど。ボイチェーンはもう今後使わない。いや、うん、まあ、時と場合による。<laughs> もうね、この間、ボイチェン使ってね、あの、相当ボイチェンを使って人が叩かれて、かわいそうだなと思ったんで。えー、バレてしまう可能性もある、一旦バラしていただけないでしょうか。い,い、違う違う、こ一旦バラしてっていうのは、俺だけ一人でバラしてくださいっていうんじゃなくて、話をバラしてってことでしょあ、まあ、話を一旦なしにしていただけないかってことでしょ、これ。 <laughs> ちょっと、いやいや、そういう意味でしょ。白紙にするって意味だから、これあの、俺が、あなた一人でバラしてくださいって言って意味じゃないぞ。いでもよくわからんな、バレてしまう可能性があるって、バレてもいいでしょっていうか、別に悪いことしないんだから。な、な,な謎すぎませんまあ、ということはもう無視して電話かけますね。<laughs> 問題ないでしょだってその犯罪行為してる YouTuber が悪いんだから、うん、無視されてる。ええー、じゃあこれやらないんですかこういう人ってさ、普通にマジで自己中だと思うんだけど、普通に。なんか、 もうじゃあ、無視とか。なんか普通になんか返事を返さない人ってマジでこれ、ゴミすぎるでしょ。いくらなんでも。うん。だやるやらないじゃあまあ、最終ちょっとアンサー聞くわ。うーん。ボイチェンでもいいうん。で、こういう時だとボイチェンいいのみんな。まあ別にボイチェンお前らがいいんだったらいいや。まあその YouTuber いいのでもそれ。犯罪行為してるんだから、これこそ探した方がいいと思うけどな。 なんか誰かと誰かが付き合ってるとかいうしょうもない話じゃないんやから。なんでこいつ無視してんのゴミすぎませんもうじゃあ来た内容ね。もう勝手に出してもいいっちゃいいけど。まあそれは良くないからね。ああやるそうです皆さんの熱意が。えっ、ー、と、ボイチェンですかやるそうです。ついに覚悟を決めました男が。一応ね、どっちか、やりますって言ってるから一応どっちか。ボイチェンなのか普通にツアーなのか。まあそうだね。ちゃんと証拠もね。 ボイチェン <laughs>、なんとボイチェンだそうです。もう、まあでもこれ犯罪、犯罪系だからまあもう今回はね、まあじゃあ証拠をちゃんと提示してもらった後やるから。もう、じゃあ早く送、ああ待ってやばいやばい、ここに載せたらやばい、こいつのカカオから死んでしまうとこやった。何やめろいいのお前らマジでこの YouTuber ほっといてじゃあ それは良くないでしょう。そっちの方が良くないでしょう。いや、ちょっと話だけ聞いて、証拠がうんこみたいなのだったら、じゃあ、名前出さないでいいじゃないですか。いや、でも。うんまあ証拠次第だね。証拠次第。一旦話を。もう本当に、うち、ボーイチェン禁止ながらね、本当に。じゃあ、ちょっと皆さん電話かけます。あの、あんまり、ちょっと本当にやめてください、コメント。もしもしあ、はい。<laughs> もう本当に君は、まあまあまあ,まあ、まあ。めごめんなさい。んかうん。ごめんなさい。 まあまあいいですよ。はい。じゃあちょっと話をしていただけたら。あの、なんか僕もなんかこんなにな、なると思ってなくてちょっと。なりますからね、僕に連絡するということは。そうですよね。すいません。うん、ちょっと覚悟が足りなかったと思います。けど、あの、ちゃんと話します。はい。まあ一応僕が、えー、触りで聞いてる話は、100万人の YouTuber が裏で犯罪行為をしてると。そうですね。に当たるんじゃないかなっていう。はい。ではちょっとその話をお願いします。 でちなみにそれって証拠ありますか証拠はあの多分送ったように本人からの話しかないのであのどこまで使えるか不安なんですがっていうメールだったんですけどえっ証拠ないんですかあっそうです本人からその相手の本人<ん>ほ本人っていうのはあっえっ、ー、とメールで送ったあの巻き込まれた側の子からの相談でしかなかったので <ん>じゃあまあい,いやじゃあととりあえず話してもらっていいじゃ軽く内容あのはい、うん、そのユーチューバーの名前とかは伏せああまあ一回は伏せてくださいはいそれはえっとそのユーチューバーの方がいてまああの未成年十七歳とかだった子に、はい、まあ DM でまあ同同居同じ地元だったらしくて連絡を取っていて、うんうん、でまあそこから 家置いてよみたいななって遊びに行くようになってで上京してからもなんかまあ呼び寄せてはや,やるみたいなああはいはいはい作業場っていうんですか撮影とかもしてるところでもよく行っててなんかもうあれ買ってきてって言われたら買,買って持って行ってやってみたいなとかの繰り返しでで撮影場所だったからこれカメラ回ってないよねとかって不安だったっていうのを言っててもしそうだったら なんか本当にいろいろ怖くて、みたいないう話を聞いてて、なんかそれを聞くと、なんか。その人気ユーチューバーだからって、なんかその怖いな、うん、いいのかな。っていう、なんかちょっと、ふ、なんていうんですかね。ちょっと僕的にも、ちょっと、そういうことしてる人が。世間で人気ユーチューバーってなってるのが許せないっていう気持ち。あ,ね、あの、これ、これさんに。うん。 えっとじゃあ、1回、今、話をまとめると、そのユーチューバーは、17歳、18歳未満のファンですか、これは、女性っていうのは。もともとはそうです。ファンの女性と連絡を取って、ああカメラとかがいっぱいある撮影部屋で、そういう性的な行為をしたと。で、それであのカメラがいっぱいあるから、撮ってるんじゃないかっていうことで、不安になってたけど、撮ってないっていう話だったのかな、相手からすると。 はい。で、なんかもしそれで本当に取ってたら、うんうん、もう怖いなるほどね、まあ取られてるかどうか分からんけど、取<え>られてたとしたら怖いと、まあこれ、まあ取ってたとしたら、皆さん、これも、も銀行と児童ポルノで、まあ両方の二つの罪になりますね、このユーチューバーは。はい。で、ちょっとう、うんでこれ。でこれ、ちょっと待って、この話って、じゃあ別、あなたいらなくて、この未成年のファンの女性と繋げてもらえませんこれじゃないと分かんないでしょ、こんなの。 でんかそれもあのメールに書いたんですけど僕が「それ、うん、が何かそこも何もないんですけど何かできるんだったら」っていうので連絡しちゃってたのでからこそなんかそのその子がどうにかしたいとかではないっていう胸も書いていたんですけどだからなんか本当に視聴者さんとかこれこれさんには申し訳ないんですけどなんかそのんそ,その子呼べないってことはいえっんで でね、えじゃあその女性とあなたはなんか友達か何かで相談を受けてたってことあそうですそうですでそれを勝手に<で>あの女性に承諾もなく俺に相談したってこと君がそういうレベルになっちゃううんまあその,その女性どうしたいかさ話しなきゃ聞けないのもう今はちょっとできないそれなんでできないの理由はいやなんかツイッターとか教えてよそれあの俺が連絡するから僕も勝手にしちゃったことはんかその本当に、うん いや、でも分かるでしょだって勝手にしちゃったことで君の LINE もアイコンも出てるし、君が勝手にしたことは俺の配信見てたら分かるやろいや、もしだからこの YouTuber が犯罪行為してるんだとしたら、これやっぱり言わない意見と思うし、逆に言うなら。はい。うん。確認取って。はい。なんでちょっと今すぐには分からなくていや、今すぐって言ったら俺に連絡先教えてよ、普通に。Twitter かなんかの。別に言わないから、配信で、あのこの人だなんて言わないでしょ、俺だって。まあ、で本人が、俺が連絡取って本人が、いや、これはもう、 墓はね、持ってきますとかなんか言うんだったら、まあ、それもしょうがないじゃん。だって、俺がわざわざね、お世界ですることじゃないし、まあ、この YouTuber よかった。で、バレなくてよかったなって話終わるから、ひとまずはその本人と話させろって話、その、君じゃなくて。そうですね。うん。な、それツイッター早くしてくれますかね。もう、おめえのせいでさ、ボイチェーン使うやつ全員ゴミ説が出、ね、あの、浮上してるからもうやめてくれろ、<あ>本当に。はい、それ。出しもう、もうボイ、次、うん 次っていうかね、もうボイチェンの人悪くない時でも,も、こいつクソだろみたいになっちゃうから、君のせいで、はい。はい。ごめんなさい。ボイチェンは全員カスだみたいな。はい。君ね、中途半端な制限が一番良くないよ。やるなら最後までやらないと。この YouTuber がさ、裏でそういうひどいことしてて、あのー、はい、そんなのが人間っていうのが嫌だっていう気持ちがあったんでしょだから俺に相談してきたわけでしょもしかしたら別の女性がまた被害になってるかもしんないじゃん。 はい、おい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 この YouTuber もう連絡しようかな俺からあ<ー>何何をひよってるのマイ,キーだったマイキーだったらぶっ飛ばせではねちなみにマイキーだったら東京リベンジャーズのね出されたりとかしないんですよ出さないって何回も言ってんの急にさ、はい、何なのマイキーだったらもう500回ぐらいぶん殴られてるよおめえかりました、うん、この方ですかはいアイドルということですかねこれは、はい、これさ DM 送れないな ちょっと待ってこのアイドル、なんか年齢が書いてありますけど、年齢見ると未成年じゃないんですが、これ何年前の話なんですか、うん、?1 年、連絡取ったのが、結年前っていう話で、1>, 1, 年1年前ですか ?1 年、2年とか、そのこれさ、ごめん、DM 送れないから俺から連絡取れないから、君から今、LINE してもらいますわかりました。はい。 一部 LINE してください、今。はい。この子ね、まあ可愛らしいアイドルみたいな子出てきましたけど。可愛らしい子だけど。ちょっとこの YouTuber にも DM 送るか今 LINE す <laughs> めまして。今、通話できたりしますか。あ、送ってもらいましたはい。確かにでもアイドルだったらバレたくないあるかもな。そうなんです。<ー>だからちょっとごめんなさい。なんかいろいろこっちも。 難しくて難しくてじやお前もう心の <laughs> 中に秘めときようじゃあそうですね本当にそうだと思いますアイドルかうんこれでも YouTuber さこアイドルだから言わねえだろうと思ってやってるんだとしたらめっちゃゴミすぎませんあえてアイドルだと分かって狙ってやってんのかね分かんないですあ待って、うん、インスタでメッセージ送れるわはじめまして これこれです。インスタ見るかなストーリー上げてるな、でも、うん。今日ライブとかじゃないよね。今今日ライブがどうか言えんな、さすがに。<laughs> バレちゃうわ。一応もう、YouTuber にも連絡したし、この、この方にも連絡しました。連絡なしか。どう連絡なさそうはい。連絡ない。うん。これちなみにさ、俺に言ってどうしたかったのこれ。だって。うんと、その、メールに帰ったとおり、その人が、 人気ってなってるのがんかちょっとそういうことをしてるのにでいやまあだとしたらだからこのアイドルのことを話をしてもうコリコレさんのところに行こうよみたいなのをしてほしいわけ俺からするとでアイドルもコリコレさんのところで言うってなった状態で連絡するんやったら分からんけどそうですね本当にそうだったと思います彼氏さんなのなんか <laughs> あっ違います、うん、ずっとそうてていいただいてて まあ、じゃあ本人、アイドル本人も出ないってことなのかな、じゃあ。すいません、なまあ、う、え、ん、ー、まあまあ、本人がいいならいいんだけどね、別に俺はさ、正直。どうでも。えー、いいけど、まあ、このユーチューバーいいのか、放置で。<laughs> まあ、もうしょうがないか。まあ、じゃあ、その、君が勝手にしたんだとしたら、このアイドルにもう一回確認取ってください。わかりました。うん。 アイドルが、あのー、まあ、話したいとか、まあ、話したくないって、まあ、どっちか回答するわけやん。で、あの、それ書いときたらまた教えて、俺に。わかりました。はい。あ、じゃあね。はい。もし、えー、しょう、うん、しょうもないな、これマジで。ほんま、ボイチェンのやつ、しょうもないやんけ、全員。俺がマイキーだったら500発殴ってる、本当に。はい、ということで皆さんね、まあ、どうやら、うん男が勝手に、まあその、あだのそのままの勢いでマイキー行かしちゃったんでしょ大した度胸もねえのに。 俺が何とかするみたいな感じで、ちょ、マイキー化しちゃったんだよ、急に。でも、いざ実際取り上げられるってなったら、うお、やべえやべえやべえってなって、女にも連絡しないしどうしようってなって、今に至る。ボイチェンに至る。ええー、でもこの、いいのこの YouTuber、100万人だぞ。まあ、ええー、か。 ま、いつかまた別の形で出るかもな。まあ、ということでね。まあ、本人たちはもしかしたら今ビクビクしながら見てたかもしれないけど、セーフって感じなんやろな。<laughs> 嘘でしょちなみに TikTok のフォロワーもうめっちゃ多いからね。若いし、イケメンやし。俺、俺はまあ知ってる人であるな、YouTuber。まあまあまあ人気な人だな、これまあでも一応言っとくと、これあの、複数でやってる YouTuber 一応そこだけ言っとくわ。